はい、皆さんこんにちは。ストリートインストラクター井川直介です。はい、今日は Excel とアクセスの連携についてもう一度やっていきたいなというふうに思います。で、合わせてなんですが、質問の欄にカウントイフ系の、カウント系の、サム系のサムイフ系のですね、マクロの解説をしてくださいというふうにありましたので、それも合わせてやっていきたいというふうに思います。はい、でね、今日は、再度これを覚えてください。これです。ね、Excel とアクセスは仲良し小良しということを覚えてください。これはもう私がもう実際に現場で使っている技ですので、自信を持っています。役に立たないわけがないです。で、これができると、多分なんですけど、この人は Excel と Axel の、アクセスのスキルがあるなっていうふうに、こう認知されるんじゃないかなっていうようなことですね。極めてやってることは簡単なんですね。どんな手品にも、トリックはあるように、最初見た時はおおすげえって言うけど、種を明かしてみると、あ、そんなもんなんだっていうふうなことになりますので、ちょっとやってみてください。はい、でちょっと、この、冒頭で、皆様にお礼をしたいことがございます。まず、この動画、ね、VLOOKアップなんて使えない、大物 YouTuber からしたら全然大したことないかもしれませんが、再生回数が1万を超えました。すごい嬉しいです。私がみんなに知ってもらいたい、情報の一つでございまして、ほいで、動画を作成する側からしてみるとですね、ネタがなくて無理やり作った動画も正直何本かありますが、皆さんにこれは絶対に見てほしいという動画が、その一つが VLOOKUP なんて使えないという動画だったんですね。で、これはですね、アップした時はもう半年ぐらいは32回しか視聴回数がなくて、俺って才能ねえのかなとか、バカなのかなっていうふうに思ってたんですよね。32回のうち11回は私が見てたんで、はい。それがなんかね、ぎゅーっと視聴回数上がりまして、本当に嬉しい限りです。で、私の作ったサンプルファイルね、これもう1800件ぐらい、1800件超えてますね、今。年内に2000いくんじゃないかなっていうぐらいの、勢いで、毎回毎回ダウンロードされてますし、それから、先月、ね、11月は、128人チャンネル登録の方増えましたので、なんか本当に嬉しいなっていうふうに思います。なので、今いろんなね、こう自分で企画を考えてて、例えばこれができたらアクセスって多分どこの現場に行っても大丈夫ですみたいなこともちょっと考えてますので、これもシリーズものに なります。ホワイトボードを使ってね、学校の先生みたいに説明しようかななんていうふうにちょっと思ってるんですけど、まあまあ、ちょっと考えてますので、ご期待をください。はい、それでは、早速パソコンの方に移ってやっていきたいと思いますが、その前に決め台詞ですね。あなたのハートにアクセスしたい。と思います。よろしくお願いいたします。私のですね、ホームページから、サンプルファイルを落としますと、サンプルファイル3つあります。今中はちょっと私もアクセスを開いているので4つになってますけど、サムイフに関するパワーポイントが1個、それから、集計というエクセルが1個、それから、所持金という、アクセスが1個入ってます。じゃあまずアクセスから見ていきます。アクセスは、極めて簡単な内容になってます。はい、出てきました。MT 所持金という、テーブルが1個あります。で、AAA というクエリがね、あります。これはもう全く、そのまま、所持金と同じ内容になっていますと。ほいで、Excel を、起動しますと、データ取り込みというのと集計という、こう2つ入ってます。はい。で、データ取り込みって押してください。そうすると、はい、出てきました。データ取り込み完了となりまして、ちょっとここね、広げますと、つまり、ここのデータをそっくりそのままアクセスの方に取り込んでおります。そして、集計というふうに押しますと、サムイフの、マクロが走りまして、集計が完了するという手はずになっています。ちょっと私のパソコン遅いので待っててください。はい、今日は12月、何日ですか ?6 日 ?7 日 ?7 日ですか。北海道も寒くなりまして、はい、今ね、私、ここのお部屋、今、2、3度しかないんですけど、私の部屋って暖房の設備がないんですよ。でもね、こう役作りのためにシャツ1枚でこういなきゃならないっていう、まあまあまあ、はい、
ちょっと話を用意してなかったので、ちょっとパソコンが動くまで待ってください。できましたね。はい。これで、完了ということになります。はい。で、では、質問の内容にありました、そのマクロの内容なんですけど、マクロの内容は、パワポを見てください。はい。まず、これデザインビューでいった方がいいですかね。デザインスライドショーか。はい。はい、いきます。こういうプログラムになってます。で、赤い字のところ、所持金というところと、それから、MT 所持金っていう、こう赤いところがあると思うんですけど、これを変えれば、このプログラムは動きます。これは、今でこそね、完璧には分かってはいないですけど、なんとなく意味は分かるんですが、これはどういうふうになってる、あのど、えー、ど、どういうふうっていうか、私のホームページのところに、エクセルとアクセスを学ぶには最高の本ですっていうふうに、Amazon のリンクを1個貼ってます。で、そこを送りで、やったものなので、多分ここを変えると動くんだろうなと思ったら、案の定動きました。ので、まずこの、パスの部分なんですけど、所持金のちょっと前見てください。アクティブワークブック、ドットパス&エンマーク、所持金、ACCDB というふうになってます。これは、同じフォルダにあるということがまず条件なんですね。これ皆さんにファイルをお渡しするときに、ここ絶対パスで変えちゃうと、皆さんが設定し直さなきゃならないので、同一のフォルダに、圧縮をして、こういうふうに書いてるわけですね。だから、皆さんももし会社に行って、なんですかね、1個のフォルダにこのアクセス、所持金と集計のをこうちゃんと格納しておけば、パソコンが変わったにしても、ドライブの場所が変わったにしても、同一フォルダにあるという条件で動きますので、結構いいかなというふうに思います。それからもう一つ、この MT 所持金というのは何っていうと、アクセスに皆さんをさ、初めに確認いたしました、 MT 所持金というものを命令しています。つまり、MT 所持金までのことっていうのはどういうふうに書いてあるかっていうと、同一フォルダ内でまず、所持金というアクセスを探して、そのアクセスの MT 所持金というところからデータを引っ張ってこいっていうふうに書いてます。はい。で、次、ワークシート、カッコデータ、レンジの、A6、うんたらかんたらって書いてるのは、そして、引っ張ってきたものをどうすんのっていうふうにしたら、Excel のデータというシートのレンジの6番から書き出してくれっていうふうに書いてます。で、下のね、レンジの、A の5の ID とか日時とか名前とか所持金っていうのは、後でメンテするときに名前だけ入っててもちょっとわからないので、こういうふうに書いてます。はい。これがアクセスから Excel へデータを引っ張ってくる、書き方になります。で、次いきます。次はこれはサムイフスの関数になります。で、注目すべきところは何っていうと、そんなにはないんですけど、そんなにはないんですけどっていうのもあれなんですけど、一番初めのですね、このワークシーツ、カッコデータっていうふうに書いてますよね。ちょっとその上読んでみます。DIM was は、まさか WS as object set WS イコールワークシーツ、カッコデータっていうふうになってますね。で、これは何を言いたいかっていうと、今後ワークシーツの、データというものを WS に置き換えますという宣言をしてるんですね。この宣言を変えることによってスペルミスがなくなりますので、ワークシート、このね、このワークシートのここからとかっていうふうに書くようなことっていうのは宣言した方がいいかなっていうふうに思います。あとは、端っこから最後までっていうふうに、すごいざっくりですけど、これ端っこから最後まで、で、サムイフをやるというふうになります。で、 サムイフのイメージなんですが、おそらくなんですけど、サムイフをですね、関数で、設定できないっていう人も、いるかもしれないですが、それは私の動画を見てください。私の動画を見れば絶対できるはずですとかっつって、偉そうなことを言っちゃいましたけど。で、サムイフのですね、関数起動しますと、このような、対称合計範囲という、
ダイアログボックスが、立ち上がってきます。で、イメージ的には対象合計範囲っていうのはどこっていうと、WAS っていうか、ワークシート、WS のレンジの D から D、レンジの D 列ですね。で、対象条件どこって言ったら、レンジの C。で、条件がどこにあるのって言ったら、セルの位置って、さっきの、名前が一緒いっぱい並んでた集計っていうところになってます。はい。で、条件範囲、さらに2つを指定するということで、イメージ的にはこんな感じなので、この、ワークシートファンクションっていうのは、すごい便利な関数です。例えば、ワークシートファンクションで、当然、カウントイフスもいけますし、VLOOK もいけますし、ランクとか、皆さん、おなじみの関数がワークシートファンクションを宣言することでできますので、ちょっと関数とかに困ったら使ったらいいんじゃないかな。関数をね、マクロでやってみたいという場合にはどうしたらいいかなっていうふうやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、じゃあですね、これ、マクロ組むのめんどくさいけど、関数でやったらどうなのっていうふうに素朴な疑問が出てくると思います。関数でやってもいいんです。 関数でやってもいいんですけど、関数でやるとですね、VBA と速度が断然違います。なんでかっていうと、ここの一個一個にこの関数を仕込んでおくと、データがここの一個一個からどん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 計算をし始めていくので、Excel が何パーセント何パーセント処理中処理中処理中って言って、すごい、遅くなります。多分これだけのデータだったら、データ取り込んで終了するまで、僕のガサいパソコンだったら多分3分ぐらいかかると思うので、だから僕は、ここに1回データを取り込んだ後にマクロを走らせたっていうことになります。はい。まあ別に関数でもいいですけどね。マクロで計算、自動計算と手動計算を切るっていうコードもありますので、はい。それは皆さんで、やりようだと思いますので、ちょっとやってみてください。はい。いかがでしたでしょうか。こんなような、動画をですね、ちょっと、週に何本か上げれたらいいかなっていうふうに思っております。はい。そうですね。なので、ちょっと、皆さんに愛されるように頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。次回に関しましては、ちょっと、現場の小技的なものなんですけど、サムイフのスピンオフバージョンを紹介したいというふうに思います。これはね、結構使えると思います。知ってる人はまあ知ってるんでしょうけど、ちょっと参考にしてみてください。はい。では、今週中にまた動画上げたいと思いますので、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。いいね、評価、コメントいただけますと、私、非常に、モチベーションが勝手に上がりますので、ご興味がございましたら、ぜひチャンネル登録等もよろしくお願いいたします。はい。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。